こんにちは、グリムです。今日はですね、昨日マイク比較4選ということで、ダイナミックマイクの比較をしたんですけれども、一本忘れてたダイナミックマイクありまして、で、これですね。シュアの MV7 ですね。はい。を忘れてました。で、一応これまだ持ってまして、時々使ってるんですけども、っていう感じですね。で、SM7B、の、姉妹マイクみたいな感じで言われるマイクで、これここにですね、今 XLR 刺さってて、今日は 28M に行ってるんですけど、iPhone につなげられるんですよね。マイクロ USB-B かな。うん。で、iPhone の手話のアプリで、使用できるという感じのマイクです。なので、そういう利便性はあるのかなということですね。オーディオインターフェース、は、iPhone のを使うのかな、その場合。内蔵だったっけな。ちょっと覚えてないんですけど、はい。というマイクです。で、シュアの SM7B がこれですね。でこっちの方がちょっと重いんですよね。うん。っていうマイクになります。で、ただデザインよく似てて、MV7 の方が、シュアっていう、ここの、なんていうかな。ちょっと大きいですね。はい。ちょっと F1.4 で、これボケてたので、ちょっと F4 に絞りました。で、このマイク、あんま使わないのが、SM7B を結局選んじゃうからなんですけど、うん。なんか旅行の時とかに持って行ったんですよね。で、ちょっとだけ軽いと思って持って行ったんですけど、あと iPhone で収音できるっていうのもあって持って行ったんですが、結局 SM7B 使っちゃうんですけどね。ただこれはこれで、いいマイクであることに変わりはないので。ちょっとコロンとした感じのマイクですね。ちょっと丸まってて。で、基本このマイクスタンドが、セットになってる感じですね。SM7B もそうなんですけど。っていう感じです。で、今日は以前やったことあるんですけど、音質をちょっとね、また試したくなったので、比較してみます。で、今日は28HM を撮ってて、で、そこからもうロジックに行ってます。つまり、この LA60 っていうチャンネルストリップ、マイクプリは繋いでないんですけれども、っていう感じですね。はい、では、SM7B に切り替えます。はい、今、SM7B に切り替えました。やっぱ全然違いますね。似てるんですけど、こっちの方が全然上質ですね。うん。MV7 の方がやっぱり粒子が荒いっていうか、ちょっと荒っぽい音質ですかね。うん。っていう感じですね。うん。で、MV7 の方がその入力ゲイン大きいと思ってたんですけど、そうでもないですね。なんか久々に使ってみると、今、288M のマイクプリ、このゲインはマックスにしてまして、ほとんど変わってないので、ほとんど変わってないですね。っていう感じです。というわけで、いろいろマイク、増えちゃうんですけど、ちょっと年末っていうこともあって、マイクは整理しようかなと思ったりします。はい。で、MV7 別に悪くはないんですけどね。うん。コスパいいと思いますし、3万円いかないぐらいですよね。うん。で、デザインもいいし、すごくいいんですけど、SM7B 使っちゃうと、そんなに出番はなくなるかなっていう感じですかね。今日改めてちょっと音質
比較してみて、ちょっとあと編集してみて考えたいんですけど、うん。で、一応個人的に整理するとすると、今、2本ぐらいですかね、手放すかもしれないと思ってて、まあその1本がこの MV7 ですね。はい。まあ、比較しときながら、もう半分答え出てるやんみたいな感じなんですけども、はい。まあ音の粒子がちょっと荒いのと、歪みがちっていうのかな。ハイがちょっときついのかな、もしかしたら。うん。SM7B ってすごい落ち着いてるんですよね。角が取れてるっていうか、そういう感じだと思うんですけど。なので、まあボーカルだとちょっとまた別だと思うんですが、まあトークだと聞き取りやすいっていうのがやっぱりすごく重要だと思うので、まあ SM7B はすごくいいですよね。うん。MV7 もまあパンチあっていいんですけど、っていう感じですね。はい。というわけで、これはまあもしかしたら手放すかもしれません。ちょっと防湿庫もね、今いっぱいになっちゃって、レンズとかマイクとかで、それもあって、うん、かっこいいんですけどね。はい。って感じです。で、もう一本が、オーディオテクニカの、AT4040 かな。です。まあ、黒いやつですね。で、あれはまあ、めちゃくちゃいいんですけども、優等生すぎるかな。うん。オーディオテクニカって、あれですよね。日本のメーカーですよね。埼玉だっけな？神奈川かな？うん。で、まあデザインもすごく海外っぽくもあるし、まあかっこいいし、音質もいいんですけど、やっぱまあノイマン使ってると、まあ TLM102 とか、それこそ U87AI とか、あとアカゲーの C2チョンとか、ノイマンとかアカゲー使って、てるとちょっとなんか真面目すぎるです。まあ、すぎますかね。はい。正しすぎるというか、遊び心がちょっと少ないというかね。うん、そう、ノイマンの方がまあセクシーっていうか、なんか心地いい、気持ちいいんですよね。うん、いうのがあって。いう感じです。はい、というわけで、最近のテーマが、あれですね。いろいろこだわりは持っててもいいと思うんですけど、普通のことを普通に上質にやるっていうことなんで、今日はチャンネルストリップも使わずに、AMS2888M だけで撮ってみています。はい、なんかいろいろ外部のマイクプリとか、EQ とかコンプとかやりすぎちゃうので、なんか結局何もしない方がいいのかもなと思ったりもしてますかね。はい。というわけで、音声編集も頑張って、そぎ落とした感じで頑張っていきたいと思ってます。それでは、ご視聴ありがとうございました。